江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回もですね、渓谷の小さなニュースの詰め合わせミニニュースのコーナー行ってみたいと思います。今日はですね、大きなお話があるんですよ。渓谷さんね、空売りを禁止しました。渓谷、空売りを来年上半期まで全面禁止、与党来年の総選挙を意識というね、もう下心も見え見えというようなことでね、ちょっと見ていきたいと思います。こちらね、人気取りです。いわゆる渓谷政府が6日からですよ、もう即日ですよ、5日に発表して6日からですね、来年上半期まで空売りを一時的に全面禁止することを明らかにしたと。来年の総選挙を控え、金浦市のソウル編入、これね、渓谷さんで今盛り上がってる話題なんですけど、ソウルっていう枠組みの、まあ、中で、それに、まあ、自治体合併ですね、これに金浦市っていうのを入れる入れないということで今揉めてるんですよ。で、渓谷さんの記事ではね、メガソウルということでね、字が踊っております。メガソウル構想とか言ってね、はい、に続き個人投資家の支持獲得に向けた空売り禁止を打ち出して、与党と政府が問題を主導しようとする形だと。はい、問題を主導。空売りとは、特定銘柄の株価下落が予想されるとき、他人の株を借りて売り、その株の価格が下落したときに株を買っても返す手法で再起を得る投資方法だと。先月 BNP パリバや HSBC などの国際投資銀行が、株式を借りることなく数百億ウォン台の違法な空売りを行った事実が金融監督院に摘発され、一般の零細投資家を中心に空売りを全面禁止すべきだという主張が提起されたということで、渓谷さんではコロナの時期にね、一回これやったんですけどもね、はい、まあ、こんな感じでですね、まあ、突然降って湧いてるかのようにこう決まったんですね。で、これに伴いましてですね、一時的に渓谷の株価が上がっております。渓谷株急伸、総合指数が20年3月以来の上昇率と、空売り約8ヶ月でと。で、5.7% 高で引けましたよということで、コスピですね。はい。で、まあ、それは、それとして、これに対して、まあ、これ、反政府的な反ギョレなんですけれども、渓谷政府がついに空売り全面禁止を断行すると決めたことで、その影響が懸念されていると。国内の証券市場の規制が国際的な流れとかけ離れた方向に進むことで、外国人投資家が離脱し、株価がむしろ下落しかねないという声も上がっていると。実際の効果は株価数の持ち直しという政策意図と正反対となる可能性があるという話だ。金融当局も空売り禁止の合理的な根拠を提示できなかったため、政策の信頼度が落ちたという批判も高まっているということで。まあ、信頼度って、ない。はい。じゃあ、客観的データや根拠の提示なく、証券市場の不安を助長、ポピュリズムとの批判もということで、これは実際に別にハンギョレさんが記事出してますけども、これは実際本当にあります。はい。今日も本編の方でですね、まあ代表的な人物がこれに対して批判の声っていうか、もう怒って激怒なんですけども、まあこういった形で、まあ裏目に出てしまうってことですかね。はい。良かれと思ってやったことが裏目に出てしまう可能性がもうすでに提起されているということでございます。はい。それではね、次行きたいと思います。次ね、ちょっとお薬の話なんですけれども、ポン。渓谷に行って麻薬を売れば金持ちになると。あ、これずれてますね。世界中の麻薬犯罪の遊び場に転落するということでございます。やばいですね。やばいですね。麻薬清浄国と言われた韓国が麻薬乱用国に転落している。
渓谷が麻薬販売の温床となっているのは麻薬類の闇取引価格がそれだけ高いと。で、ヒロポンの 1g あたりの供給価格は渓谷の場合$263と、香港$67、中国$66、ミャンマー$12と比べて少なくは4倍、多くは20倍以上高く売れていると。国内に密輸される麻薬類の量が増え、渓谷はまさに麻薬犯罪の温床となっているということでね、はい、転落しちゃいましたよということでございます。すごいね、すごいねっていうかやだね。それだけ他の国に比べて価格が高いということは、供給と需要の関係じゃないですか、価格決定って。ってことは、需要がめちゃくちゃ多いってことですよね。まあ、供給量が極端に少ないとも言えるかもしれないですけど、まあ、どっちかですよね。はあ、怖い怖い。じゃあ次行きたいと思います。こちら、ポン。次もちょっとえぐいニュースなんですよね。まるで女性を売っていると思います。あ、なんか委員長風の言い方ですけれども、なんだろう、これは売買婚の話ですね。渓谷のお兄さんとデートしたい、近所のお姉さんのように渓谷に嫁いでいきます。 YouTube で簡単に閲覧できる国際結婚広報映像のタイトルですという渓谷のお兄さんとデートしたいはい。でね、これまあオチがあるんですけれども、ちょっとね、この結婚、国際結婚のまあ仲介サイト、仲介業者がいるわけですよね。まあそれがこういう広報映像を使ってますよという中でですね、まあその女性のプロフィールっていうのをこう仲介業者が翻訳して、こう渓谷男性に、こうあまあ示すわけですけれども、それがねちょっとんっていう感じなんですよね。国際結婚を望む男性が好む女性像を反映した質問ですと。女性に対する歪んだ認識をある映像もありますと。タトゥーのある花嫁は絶対にもう一度考えてみてください、考え直してくださいね。ベトナム女性の低層観念、性概念は果たして開放的かと。これは多分開放的じゃ困るから、まあそういう風に聞いてるんだろうと思いますけど、開放的だったら困りますよね。開放的な女性を求めてるから。まあ生活の中で、放蕩な生活事例はどのように築くことができるのかと。あ、花嫁がね、結婚した後に、結婚生活で、まあ、放蕩な生活をされちゃうと困るから、っていう意味でしょうな。まあ、ここまでは、なんとなくわかりますよ。なんとなくね。で、こっからです。産婦人科の検査結果を提供していると。渓谷の男性側に。子宮の大きさとか、赤ちゃんが着床するところの厚み。これまで渓谷の男性に知らせるらしい。いや、私は全然そういうの疎いんでわかんないんですけど、ここまで聞くんですか？ここまで知りたいですか？私は別に。それ何目的なのって感じだよね。子供が欲しいのか？まあ、切実に子供が欲しい男性とかもいるかもしれない、いるとは思うけど、どうなんでしょうな。はい、ということで、あ、もうちょっと知りたい？ちなみにですね、結婚仲介手数料はですね、1372万ウォン、150万ぐらいかな、男性が払うのは。女性、結構その、まあ、ほとんどがベトナムなんですって。ベトナムが 83% なんですけど、そのベトナム女性がブローカーに払うのは、69万ウォン、7万ちょっと、というような感じでございます。で、ここも行きましょうか。彼らが現地で初めて会って結婚式までかかった時間は平均 5.7 日ということでございます。ちょっともう恋愛もへったくれもないね。お付き合いっていうのはないね。ほとんどね。はい。
ってことはベトナムに、5泊6日で行った6泊7日で行って結婚式挙げてくる、お見合いして結婚式挙げて帰ってくるって感じですよ。で奥さん連れて帰ってくるんですよね。はい、ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。